ガンノは中国の南北朝時代末期の学者、ジワスケ。本願は牢屋軍林義賢、顔の義の弟、南朝張の鎮税不思議三軍の顔京の子として生まれた。ガ氏はガンノの旧姓の祖にあたる顔含むの時に、江南にわたって代々、修来や春秋差し伝に通じていた。ガノも牢層を嫌って儒学を好み、学識に優れ、 文装に飛んだ。南朝張の小東、王将駅の下で、左上司、鎮税済相三軍に任じられた。官にあっては酒をたしなみ、豊礁な生活を営んだ。英州で手のひら関を務めていたが、法刑の乱で英州が陥落すると、捕らえられて、健康に送られた。乱が閉廷されると、高領に帰った。小駅が定位につくと、 岩ン水派さ破産次郎となった。554年、正義が高料を攻め落とすと、岩ン水は捕らえられ、利権刑に、被護されて、功能に移った。しかし、黄河の反乱に乗じて、家族と共に、北西に亡命した。文宣帝に気に入られて乗りとも受けとなり、帝の側近として仕えた。中所と練り、上州高層三軍、首都緑三軍などを歴任し、 黄文二郎となった。北州が北西を滅ぼすと、後に、御史上司として召された。隋が北州を滅ぼすと、大事のようサムに召されて、文学となったが、間もなく病没した。岩子君は、自らの経験に基づき、子孫に対して、学問の重要性を説いた著作である。六世紀の中国社会の様相が、南北共に記され、その点からの貴重な証言になっている。 中国古典で、家訓といえば、この、元首家訓を指すくらい有名である。子女の幼児期からの教育方法、再婚の場合の注意点、親の子に対する愛情のかけ方など現代に通じる部分も少なくない。肝炎詩は、司会小説の一種である。肝画政府は、自伝的な符で、北西書に引用されている。肝の水の符には他に、京政府があったが、現存しない。 子に顔もえろ、顔、びんそ、顔、ゆうひがあった。当の顔しこ、が神経は、がの末の子孫である。ありがとうございます。